皆さんこんばんは。460フォトラボラトリー所長のシローです。今回の動画はですね、ようやくというかついにというか、このキャノンから発売されている EOS R7 を手に入れたので、開封していろいろとね、これを買った理由とかを喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。そしたらですね、こちらの方を開封していきたいと思います。もうすでにね、発売から半年以上経ってるので、今更感もありますが、まあちょっとね、言いたいこともあるんで、開封の方からしていきたいと思います。ですね、まずはこれですね、イメージクラウドのやつの紙ですね。それからマニュアル、こちらの方はね、もうメーカーのウェブサイトの方から PDF がダウンロードできるんで、これはもういらないですね。そしてストラップ、こちらの方もね、かっこ悪いんで、もうこんなのは使わないです。やっぱね、このね、 EOS R7 でわざわざ鍵やるのがね、ダサいですよね。そしてこちらの方が充電器、それからバッテリーとなります。バッテリーの方なんですけど、今まで使っていたものとは別のものになるんでね、またもう1個か2個か余分に購入しないといけませんね。よいしょっと、こんな感じでかなり大型になっています。今あるかな、はい、これがですね、今まで EOS M3 から M6 Mark II まで使っていたバッテリーなんですけど、それに比べるとね、かなり大型化してます。そしてこれですね、充電器ですね。よいしょ、充電器なんですけどね、他のフルサイズのものと同じなんで、以前からね、あるやつと同じです。こんな感じでコンセントに直差しするやつですね。メガネケーブルを使ってね、使うやつよりはまだいいんですがね、もう今となってはやっぱりね、 USB-C で充電できるようになってほしいですよね。あと、もっとね、問題となるのがミラーレスになってね、バッテリーの持ちが悪くなっているにもかかわらず、相変わらず1個だけしか充電できないというところが不満な点ですね。別売でもいいんでね、そろそろ いい加減って言った方がいいのかな、2個同時に充電できるバッテリーを純正で出してほしいです。サードパーティーからもね、そういうの出てるんですが、やっぱりね、サードパーティー製っていうのは信用ができないんで、できれば純正で出してほしいですね。まあ、バッテリーチャージャーに関してはそんなとこかな。やっぱりその2つ同時に充電できるモデルを早く出してほしいというとこです。そしていよいよ本体です。ちょっとね、買って直後とかにはツイッターで報告して、今ね、もう収録してるのが日付が変わって夜中なんですけど、なんでこんなにね、時間が経ってしまったかというと、これです。あ、見えないか、こちらですね、液晶モニターの方をね、今回北村で購入したんですけど、その時にガラスコーティングしてもらいました。これはね、待ってる間っていうのが8時間ぐらいね、置いとかなきゃいけないんで、それでね、ちょっと収録の方が遅くなってしまいました。今回購入したのは、さっきもね、ちょろっと言いましたが、北村で購入したんですけど、それはね、この液晶モニターをガラスコーティングしてくれるっていうサービスがあるからなんですね。それはね、価格の方が3800円とね、結構お高いんですけど、 EOS M6 Mark II を購入した時もね、北村で購入したんですが、その時にもね、ガラスコーティングしてもらったんですけど、それが非常に良かったので、今回もね、北村で購入することを決めてました。そしてですね、今キャンペーンやってまして、ちょうどね、このガラスコーティングっていうのが無料でね、してもらえたのが非常にね、ラッキーでした。あとね、北村の方、今キャンペーンで下取り価格の方も 10% 増しだったんですけど、今回はね、急に手に入ることになってしまったので、下取りのものをね、出さなかったので、そっちの方は利用していません。まあね、下取りに出すよりはヤフオクで売った方がね、価格の方はお得なんで、そっちの方が有利かなと思ってます。じゃあちょっとね、外観を、バッテリー充電してる間に外観のとかを見ていきたいと思います。そしたらまずはこんな感じですね。もう今更感もありますね。 R7 になってね、結構ボタンのレイアウトが変わりました。まずですね、このマニュアルと AF の切り替えが前に来ました。それから後ろですね、やっぱり大きいのはここですね。背面ダイヤルが上に来て、ジョイスティックがここに来てます。そのせいもあってね、 AF オンボタンがこんなところに来てるんですよね。こうね、自分が
握った場合はね、ちょうどこの一番いいところにジョイスティックが来るんで、ちょっとこれはね逆の方がね個人的には嬉しいです。そういう意味ではね、他のメーカーのやつの方がね AF オンボタンは押しやすいんで、今回はねまだ使ってみないと分かりませんが、 AF オンボタンは使わずにシャッターボタンの方でね半押ししてピント合わせの方とかしていくかもしれないですね。今回の R7 に関しては車体認証もね充実してますし、 AF トラッキングもかなり優秀なんで、これねジョイスティックで即拠点をぐるぐるね動かしたりとかする必要もないかもしれないんで、その辺はねちょっとやりながらベストなやり方を考えていきたいと思います。あとねキャノンといえばやっぱりここですよ。ちょっとピンと分かるかな、クイックメニューですね。これがねあることによってね非常に使い勝手が良くなります。これねクイックメニューがあることによってカスタムメニューとかもね作らなくても大体できるんで、非常にねこれは便利ですよね。このねクイックメニューがあるのってキャノンとパナソニックだけなんですよね。自分がねソニーを固くなに使わないっていうところはね、このクイックメニューがないっていうところも理由の一つです。その他としてはねハイアマチュア向けではないということで固い液晶はないです。個人的にはね固い液晶はあんまりねあってもなくても変わんないんで、その辺は別にいいかなと思ってます。あとはストラップですね。キャノンの場合ね、ああいう三角カーンを使ったカチャカチャとね音が鳴るタイプではなくて、普通のこういうタイプになってるんで、これはね非常にいいことだと思います。あとはここの辺かな、ちょっと見ときましょうか。一応ヘッドホン端子とリモート端子とかついてます。リモート端子はねこちらの方はよいしょっと APS-C のエントリーモデルにあるような3極のねミニプラグとなってます。あとはマイク端子もちゃんとあります。そしてですね HDMI 端子はこんな感じでフルサイズではなくてマイクロタイプとなってます。これはねボディサイズが小さいですし、動画機ではないんでねまあいいかなと思います。あとはこっちですね、メモリーカードスロットはシングルとなってます。 UHS-2 対応なんですが、まだね UHS-2 対応の SD カードをね買ってないんで、今月はねちょっとお金の方ないんで、来月入ったら早々にね買おうかなと思ってます。こんな感じですかね。あとはこれですね、ピークデザインのアンカーリンクをつけておきたいと思います。このねピークデザインのアンカーリンクもねもう定番中の定番なんですが、自分は結構ねでこの心の部分がねちょっと不安だったんでなかなかね導入しなかったんですけど、最近って言ってもねここ2年ぐらい前かな、それぐらいからようやく採用しましたけど、やっぱりここは切れそうな感じじゃないですね。中華製のね偽物だと切れるっていう話もあるんですが、さすがに本物だとそういうことはないみたいです。よいしょと、あとはほらな癖がついちゃってるからね、よいしょと、硬いね。さっきこっちはスルッと入ったんだけど、よいしょ、なんだろう微妙に違うのかな、入んないね。この辺がちょっと不器用なところがめちゃめちゃ出ていますが、こっちだけ向き変えようか、こうの方が入れやすいから、あ、やっぱこっちだね、よいしょ、あれこれでちょっと、よいしょ、よし、はい、これでバッチリですね。このねアンカーリング結構便利なんですけど、不満なね点もあるんで、またねその辺をねそのうち動画にしようかなとは思ってます。あと集荷版もねちゃんとついてますね。今回からねこれは R7 に関しては R3 とかと一緒で、あ、型取れないね、こんな感じで電子接点付きになってます。なので、ね、今までのものと違うんですが、例えばマイクなんかがねマイク端子につながなくてもこちらの方からね電源供給とか音声の収録とかもできます。もちろんねそれは対応したものを使わないとダメなんですけどね。あとストロボなんかもそうですね、専用の
ストロボじゃないと使えないみたいです。まあ自分の場合ストロボを使うことっていうのはほとんどないんでね、その辺はあまり気にしないでもいいかなとは思います。持った感じとしてはやっぱね、このグリップ感はすごくいいです。あとね、やっぱ軽いですよね。そしてボディのね、質感もちょっとプラスチッキーな感じですね。プラスチックではないとは思うんですけど、フレームがマグネシウムでカバーはプラスチックなのかな、この軽さっていう感じは。あまりにも安っぽいプラスチックではないので、もうこのぐらいなら、質感ならいいんじゃないかなと思います。そしたらですね、フルサイズが全盛期の今、なぜこの APS-C の R7 をあえてね購入したかっていうところを喋りたいと思います。やっぱりね、 APS-C 機の力というのは焦点距離の方が 1.6 倍になるということですね。自分の場合はね、この R7 っていうのは基本的に動体撮影専用となるので、焦点距離が 1.6 倍になるっていうところは非常にメリットが大きいです。特にね、野鳥撮影なんかするときにはもう焦点距離がね、長ければ長いほど有利になるんで、テレコンを使わずに 1.6 倍になるっていうのは非常に大きいです。テレコンを使うとね、どうしても F 値が暗くなってしまうのでね、その辺のところは大きいです。その他としてはですね、フルサイズ用のレンズを APS-C 機に取り付けて使うと、レンズの一番ね、解像力の高い部分を使うことができるところがね、APS-C のメリットだと思います。レンズの周辺っていうのはやっぱり中心部分に比べると解像度が低くなってしまいますし、あと周辺原稿のね、影響なんかも受けやすくなるので、そういう点ではね、 APS-C を使うメリットは大きいと思います。あとはやっぱり価格ですよね。 R6 Mark II とほぼね同等の性能でありながら、向こうの方はボディ単体が35万、そしてこちらの方は20万弱とね、かなりお得な価格で買えます。このね、浮いたお金をレンズに回すということもできるんでね、個人的には APS-C というフォーマットが一番ね、自分にとってはベストかなと思っています。ただね、最近の SNS の流行りのように、周辺原稿を強調して被写体をね、際立たせるっていうね、画像処理の方法は使えないのは欠点といえば欠点かもしれません。そしてね、 R7 の方はイメージセンサーの画素数が3200万画素ということなのでね、フルサイズ換算にするとね、ちょっと詳しい数字は覚えていませんが、4000万画素とか5000万画素相当になるので、その分ね、画素ピッチが小さいっていうことは、撮影をする上ではね、結構シビアになるので、その辺は腕が要求されることになってしまいます。それにね、画素数が多いってことは、ガチピンが来れば本当にね、解像力の高い写真が撮れるので、そういう意味ではね、言い訳のできないカメラなので、あとはね、腕を磨くだけということになるので、そういう意味ではね、APS-C 機を使うっていうことは、ある意味ね、腕試しにもなるんで、非常にいいのかなと思います。ただね、EOS M6 Mark II もね、画素数的には同じだったんで、その辺はね、あまりね、気にすることはないかなと思います。そしたらですね、バッテリーの充電を待って、充電ができたらね、まだ RF レンズ買ってないんですけど、もうすでにね、こちらの方ですね、EF レンズとのマウントアダプターは購入してあるんで、これを使って EF レンズをつけて、ちょっとね、テスト撮影をしてみたいと思います。はい、とりあえずね、ざっと初期設定を終わらしました。これからね、テスト撮影と行きたいところなんですが、あいにくのね、雨なので外に出かけることができません。もちろんね、 R7 は防塵防滴なので多少濡れても大丈夫なんですが、さすがにファーストショットから濡らすっていうような気が引けるので、家の中でね、猫さんたちを使って撮影してみたいと思います。ただ RF マウントの広角レンズ持ってないんで、こちらEF マウントの 50mmF1.8 2型のやつですね、これがあるので、よいしょ、こちらですね、マウントアダプターを使って取り付けてね、撮影してみたいと思います。とりあえず開けよっか、よいしょ。特にね、これ自体は何もないんで、さささっと取り出していこうと思います。この中に箱が入ってるんだね。えらい頑丈にやってるね。お、ポーチなんか入ってるんだ。あれ、 EFM のマウントアダプターとこんなんついてたなかったと思うんだけどな。よいしょ、はい、こんな感じですね。まあ、特にね、マウントアダプターなんで何もないです。こんな感じですね。こうやってね、見てみると EF マウントと RF マウントでは電子設定の数が全然違います。それだけね、
RF レンズっていうのはたくさんの情報をカメラとやり取りしているっていうことですね。そう考えるとサードパーティーのねレンズっていうのはやっぱない方がいいのかなと思います。やっぱね純正が一番ですね。特に動体撮影する場合は、それはね前にも動画で言ったことがあるんですが、タブロンの7300を使ってて痛感しました。あれどこだったの、ここで iMac で合ってるやつ、ここかよいしょ、はい、結構ねここは硬かったですね。そしてよいしょはい、着きました。よいしょ、こんな感じですね。マウントアダプターを使ってるんでね、せっかくのコンパクトなレンズなんだけどちょっとね長くなってます。それでもねこれぐらいで R7 とだったらバランス的にはいいかなと思いますね。まあそれでもね広角の明るい RF マウントの単焦点は何本か持っておいた方がいいですね。じゃあ早速うちのね猫さんたちを撮っていきたいと思います。こんな感じで撮影してみました。モードの方はピンモードでもうカメラ任せにしてます。 ISO の方は6400でこっちの方で自分の方で設定しました。あとですね瞳 F の方は動物認証でやってみます。なかなかね合う時と合わない時とがあります。やっぱり目をつぶってるとダメみたいですね。目を開けているとちゃんとピントが合います。特にねこういう前に大きなものがあると顔認証もしないですね。完全にねクッションの方にピントの方が持っていかれてます。こんな感じで正面に顔があるときっちりとねピントの方は合わせていくんですが、時々ねちょっと外しちゃってますね。やっぱ暗いっていうのもあると思います。それでもね結構正確に目を追っていってますよね。ただ目が細くなるとちょっと怪しい感じもありますね。はい、いかがだったでしょうか。とりあえず今回は開封をしてファーストショットだけをしてみました。瞳 F に関してはねやっぱりシチュエーションによっては難しいところがあるのかなというのもあって万能ではないなと思いました。でもねないとあるとでは全然違うんでね、この辺は野鳥撮影でどのぐらいね効くのかっていうのが楽しみです。あとは液晶モニターですよね。今回みたいに外部レコーダーをつないで撮影する場合に液晶モニターがブラックアウトするっていうのは結構きついですね。自分の持ってるね HDMI レコーダーっていうのは液晶モニターがついてるんでそれを見ながらね撮影するっていうことができるんですけど、やっぱりそれでもね飛行機とかを撮る場合だったら結構やりにくいですし、液晶モニターを内蔵してないものを使う場合は全くねもう撮影ができなくなるんで、その辺がねメニュー項目で出力の方の設定ができればいいなとは思いました。はい、というわけで今回はですね急遽 EOS R7 が手に入ったので開封とファーストショットのみの動画となっています。これからねいろいろと撮影をしてレビューしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロでした。ごきげんよう。